まちゃん、ショコラです。今日はですね、以前、まあ、持ってるヴィンテージの古着の中で、まあ、とすごく、気に入ってるトップ5を紹介しますという動画を上げたんですが、今回はですね、もうあのヴィンテージという括りは特になしで、完全にもう俺が今持っている、そのファッションアイテムの中から、もうとにかく今すごく気に入っているトップ10を、紹介していこうかなと思います。はい、まあね、先に言っておきますが、まあ、その気分で入れ替わったりもあるし、思いついてないというか、なんかああみたいな、あれもあったなとか、いろいろちょこちょこあったりするんで、まあ、もうすごく正確かというと、もちろんそんなすごく正確ではないんですが、まあ、ただとはいえ今の気分でね、まあ多分トップ10上げるならこんな感じかなっていう、ランキングを作ってみましたので、まあ、よかったら見てもらえればなと思います。はい、ではまずトップ10からいきます。まず10位はですね、こちらの、アットラストさんのですね、対戦モデルのジジャンですね。はい、これが着用が、2年半ぐらいだったかな。ちょっとね、着用思い出せないですけど、まあこんな感じで結構ね、バッキバキに、バッキバキにこれは入れられた一品です。ちょっと早速着てみますね。もちろんね、ちょっとこれがわざとらしいなって思う部分もあるんですけど、とはいえ別にわざと何かでつけたわけじゃなくて、一応本当にガチで着てこうついてるんで、まあ、うん、しょうがないかなっていうところで、まあただとにかくやっぱデニムといい、形といい、こう色落ちといい、もう本当に全てにおいて、めちゃくちゃ好きっていう感じですね。はい、まあデニムもね絶対入れたいなっていうところで、まあこんな感じですね。着用の感じだとこんな感じですね。はい、結構前はね、ここら辺の着用動画も上げてたんですが、結構久しぶりに今来ました。はい、いいですね。まあ実際もうほぼ完成しますが、まだまだ薄、濃いので、ここからまだまだね、色落ち進んできたら、ここら辺のね、もう腕もね、こうまくって、巻くの好きなんで、ね、まくってね、こう着ていこうかなと思います。はい、こちらが10位です。はい、じゃあ次は9位行ってみたいと思います。はい、第9位はですね、こちらです。じゃじゃん、ウエスコのですね、ミスタールーですねの、ブーツ、エンジニアブーツですね。はい、馬革のブーツです。はい、これで今着用が1ヶ月弱ってところですかね。はい、まあ個人的に初めての、馬革のブーツ、だからエンジニアということもあってですね、すごくこう初めて見る表情なので、すごいこう履いてて楽しい、テンションも上がりますし、ボスも初めて、ボスじゃない、ウエスコさんも初めてなので、なんかねすごく、履いて楽しいです。本当にこれは今一番ヘビロテで履いてるブーツですね。はい、なのでまあこれからね、どう変化していくかによってまた順位が上がるかもしれないし、下手したら下がるかもしれないですけど、今のところ9位っていう感じですね。はい、では、8位いってみたいと思います。それで8位はですね、こちらのブラウンズビーチジャケットですね。はい、これは古着のオリジナルのヴィンテージではなくて、リアルマッコイズさんの、作ったものになりますね。はい、結構いろんなメーカーが、似たように復刻しているんですけれども、結構ね、最近というか後になってくると結構ね、ごついとかすごいポケットが多かったり、いろいろ背面にもいろいろついてたりとか、いろいろ、あと何ですかね、ごつくなっていくイメージがあるんですけど、俺はですね結構オリジナルに近い、このドシンプルな、もうポケットもここのこことここだけでよくて、他にも変なあのボタンとかもいらない、このドシンプルな、もういわゆるブラウンズビーチジャケット、本当に古着で出てくるこの感じがすごく好きなので、そこまで厚ですぎない、このくらいの本当に本当にオリジナルにまあ近いようなこの感じがすごく好きなので、このマッコイさん結構前に買ったんですけど、これはねこの当時に買っといて本当に良かったなと思う一品ですね。はい、これもね本当大切にしすぎてっていうのもあるし、まあ、あとレザーを着る機会が増えて、なかなかこうなんですか、がっつりね着ていくことが少ないんですけど、ただめちゃくちゃ好きですね。もう一生手放さないだろうなっていう、はい、本当にこれはね
ずっと着ていくだろうなっていう一着ですね、はい、これもね昔はちょっとレザーの上に着たりなんかしてちょっとそのオーバーコート的な感じでも、着れるように一応36と38迷って38を買ったんですけど、ただ俺が前より大きくなってきたんでそこまでオーバーコートってほど使えるほど大きくは今はないかなっていうところですね、はい、ただすごくやっぱすごく好きな一着ですね。これも本当オリジナルの、ヴィンテージの、ブランズビーチジャケットみたいにしていきたいなと思います。はい、というわけで7位に行きたいのですが、7位に行く前にですね宣伝させてくださいですね、まあ、こんな感じで、持ってる古着とか復刻系のですね服とかを、いつも紹介してます。あとロケとか行ってねお店の紹介とかしたり、あとネタっぽいの作ったりトークしたりっていうのもしております。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。こっちからわかんないけどチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけで、7位行ってみたいと思います。はい、7位ですね、こちらの、東洋エンタープライズさんの、55周年記念で出た別鎮ですね。はい、ダブル別鎮ですね、両別鎮の、スカジャンですね。はい、これもですね、今年別鎮欲しいなと思っていた矢先に、初めてのこのアラスカ柄、めちゃくちゃ有名なこのアラスカの、別鎮が出る、しかも両別鎮というだいぶ珍しい、まあ、もちろんヴィンテージで本当にあるものなんですけど、雑誌本にも載ってるなんですけど、これをまあ復刻するっていうこと で今まで東洋さん、このアラスカ柄はですね、スペシャルでやったことがなかったんですね、はい、なんですけどこれも群馬の桐生で職人さんが日本のすごい、プロフェッショナルの方が、刺繍をしているっていう、もう本当にとんでもない本当この金額で買えるのは奇跡なぐらい、多分本当ハイブランドさんがこれ作ったら本当4、5倍すんじゃないかなっていうぐらい、クオリティのすごいものだと思っているので、これをね本当買えてよかったなっていう感じですね。本当にね着ててもねすごく好きです、好きですっていうか気分が上がりますね、はい、やっぱ服のいいところはやっぱねこう自分のテンション上げてくれるところなので、楽しいっていういいな、この服好きだなっていう感じですね、はい、というわけで、あれですね、7位は、これですね、別鎮でした。はい、じゃあ6位いってみたいと思います。6位はですね、こちらのステッドソンのですね、3X というビーバーのですね、あれで作ったハットですね、なんだっけ、フェドラハットですね、はい、これがですね、まあ、結構ステッドソンといえば、まあ、ジョニー・デップ自分も大好きですけど、そのジョニー・デップさんとかが被ってるやつは、結構ウィペットとかね、スタートライナーとか、オープンロードとかが多いんですけれども、これはですね、形がなんかよくわかんないんですけど、ちょっとその同じようなウエスタンっぽい、ウエスタンというかフェドラハットなんですけど、ここがウィペットよりも結構細めなんですけど、オープンロードみたいにただの紐じゃなくて一応ちゃんとリボンとしてはいるんですよね。でもまあそんなに厚くないと。ただここ何がこれすごいって、ここがめちゃくちゃ厚いんですよね。厚いっていうかこの幅が広い。ウィペットとか俺が持ってるやつはねもうちょっと短いんですけど、どんなもんだろう、こんなもんかな、もうちょっと短いんですけど、これはだいぶ長いです。なんでここのクラも結構高めで、なんかね形というかなんかすごくねすごく好きなんですよね。この感じがサイズもバッチリだし、あと色もこのちょっと、なんですか、この色なんていうんだっけこれこの色がすごくベージュか、ベージュっぽい感じの色がすごく好きで、こっちの中にね 3X の、ちょっとピントが合わないかな、 3X のビーバークオリティって書いてあります。はい、ちょっと被ります。はい、被るとこんな感じですね。はい、結構ねやっぱここはでかいなっていう感じはするんですが、結構ここがでかい方が俺は好きなので、まあありかなと思います。まあウィペットもそこそこ長めなんですけど、まあそれよりもちょっと大きいところが俺は気に入ってますね。まあ人によっちゃでかすぎるって思う人もいるかもしれないですけど、個人的にはね、このぐらいあっても好きですね。むしろ結構ね短いやつもあるじゃないですか。俺短い方があんまり好きじゃなくて、個人的には長い方が好きですね。はい、まあ
これよりもでかくなってくるとだんだんメキシコのあの、ね、違う感じのなんかね、このなんかマラカス振るような感じの帽子になっちゃうんで話は別ですけど、まあこのぐらいが限界値ですけど好きな長さですね。はい、こんな感じです。じゃあ5位に行ってみたいと思います。ルイスレザーの、ドミネーターですね。はい、ルイスレザーのドミネーターです。これは、カウハイドなので牛ですね。サイズは38です。はい、これはあの今年の初めの方に届いたばかりでそんなにまだ、着込んではないんですが、あのルイスレザーさんで、オーダーするのがこれで4回目かな、4着目なんですけれども、それまでにやっぱねサイズをミスったりね、いろいろこう、うまいことね本当にドンピシャのこう自分の、一緒ものっていう感じで着れるものがなかなかねこう4回、できなかったんですけど、この4回目にしてやっとこう自分の理想の、サイズだったり、なんですかね、そうですね、いろんなサイズ感、あと革とかいろいろこうできたなっていう感じがしたので、はい、これはめちゃくちゃ気に入ってますね。はい、そうです、この逆に経年変化をそんなにこうしない牛っていう、そのなんていうんですかね、そう、あんまりこう色が変わったりゴリゴリに何かこう変わるっていうよりかはもうずっとこのままこのかっこいい黒のこの感じをキープしたいっていうのがいいなとも思ってたし、あと意外にやっぱシングルがかっこいいなっていう、もうずっとダブルが好きで、ダブルの方が個人的にはまあどっちかというとダブル派だったんですが、でもシングルの良さもねもちろん知ってたし好きではいたんですけど、ルイさんはねどちらも得意だしどちらもすごく有名な方があるので、まあダブルはダブルで持ってたんで今回シングルいきましたが、やっぱ38にしてよかったなと思うし、袖の長さも今回これでよかったし、丈も、このウエストの、太さももう個人的にはもう完璧に、はい、もうこれは一生着れる着たいっていうやつをやっとこう4回目にしてちゃんとオーダーできたなっていう気が、しました。はい、というわけでこれが、5位ですね。はい、じゃあ、4位に行ってみたいと思います。で4位はですね今かけてます、アーネルの、タートオプティカルのアーネルですねの、別光ですね。はい、これに、青いですね薄い、ヴィンテージのガラスだったかなのレンズを入れています。はいですね、これが、ピントが合わない、はい、これが4位ですね。これもヴィンテージのなんで50年代のやつですね、50年代のヴィンテージの、本物のオリジナルのタートオプティカルのアーネルですね。はい、ちょっとね似合うかどうかは別として、あのすごく好きな、めちゃくちゃそこを探してね、ほんと長年も探して、この状態のいいものを探して、やっと買えた、1フレームなんていうんですかね、1着ではないですけど、まあ1個なので、はい、すごく気に入ってますね。はい、というわけで、4位は、こちらです。はい、で3位に行く前にですね一つ、あれです、番外編をちょっと入れたいと思います。はい、こちらです。ババン、はい、ですね506の WX、まあ、およびっていうことですね、および507の WX と501の WX ですね。はい、この3つはですねもうあの前回ね、絶対に一緒着たいヴィンテージで、1位でもう紹介1、2、3とかあの辺りで紹介しているので、あえてね同じ、もう要はここら辺ほんとスペシャルなので俺の中で、これをまたこのランキングに入れちゃうともうあんま買わないじゃんっていう感じになっちゃうんで、もう番外編、まあ、要は殿堂入りですね、殿堂入りとして、抜きました。はい、なのでこれは番外編として持っていてください。506WX、507WX、501WX は、番外っていう感じですね。はい、では、3位に行ってみたいと思います。3位はですねこれです。はい、こちらのオメガのですね時計ですね。はい、こちらヴィンテージのオメガの時計ですね。はい、これはですね
まあ、これも昔の動画でちょっと話してるんですけれども、まあ、昔の専門学校の時の友人が、まあ、親父から譲ってもらったっていうオメガをしてるのを見て、専門学生なので、まあ、19とか、ね、20歳ぐらいの時にオメガをしてる友人を見て、かっこいいという、シンプルなのにむちゃくちゃ品があってすげえかっこいいなっていう本物の凄さみたいなやつを見てですね、いつか俺もあの友人のと同じではなく、友人の持ってるオメガのような自分にとってのオメガを見つけたいなと思って、でまあ探しに行って、自分的には金の方が好きだったんで、金のですね、金って言ってもゴールドじゃないですよ、あの金色の、縁の、シルバーじゃないってことですね、色が金じゃなくて金のやつの、時計見つけて、で、最初黒でベルトつけてたんですけれども、それも、茶色に変えて、茶色に変えてさらにね、あの金と合ってさらに好きになりまして、はい、この時計ももう一生間違いなくするだろうなっていうぐらいすごく気に入ってる、時計ですね。はい、これが第3位です。はい、じゃあ第2位行ってみたいと思います。はい、第2位はですね、こちらのバーバリーの一枚袖のコートですね。はい、トレンチコート、こちらが第2位です。はい、これはですね、本当にこの間の冬に見つけたものなんですけれども、めちゃくちゃ気に入ってます。こういうちょっとねゆるっとしたコート欲しかったんですけれども、やっぱ一枚袖ってなかなか特別で、なかなか見つからない、見つかったとしてもやっぱ何か欠損してるとかダメージがひどいとか、なんか結構そのなんですか、まあ、特に思うのはサイズがやっぱ難しいんですよね。はあ、いくらあってももう結構でかいっていうのが多いんですけど、これはですね、奇跡的になんか日本の方が多分オーダーした、日本用に多分人用に出してたやつらしくて、体格がですねちょうど合うんですよね。はい、なので奇跡的にすごくちっちゃい一枚袖っていう感じだったので、もうこれを逃したらもう中で次いつ手に入るんだっていうところだったので、頑張りました。はい、という感じですね。これが、なので第2位ですね。はい、これも一生着ると思います。じゃあ最後第1位いってみたいと思います。はい、最後第1位はですねこちらです。はい、シェールダンクルですね。はい、シェールダンクルです。このあのエルメスさんのですねシェールダンクルが、今のところそうですね一番気に入ってますね。はい、服と違ってですね、アクセサリーのいいところはもうそのずっとつけていられるっていうところですね。はい、まあ、服だとどうしてもどんなに気に入ったレーザージャケットでもやっぱ季節とか時期が来れば着れなくなっちゃったりとか、まあ、あとそれだけ着てるとなるともう他がものすごい服がね、あの余っちゃうじゃないですか。だからそれがもう他のも気に入ってるのもいろいろ着なきゃいけない、まあ、着なきゃいけないわけじゃないですけど、でも自分的には着たいじゃないですか。ってなるとやっぱりどんなに好きでもなかなか毎日ってできない。そこに行くとやっぱりそのベルトだったりとか、まあ、靴もまあ多少そうですけど、まあまあでも靴もめちゃくちゃ持ってる人は別ですけどね。まあそれ言ったらアクセサリーもめちゃくちゃ持ってる人はまあ別ですけど、でもアクセサリーってあの毎日別に、毎日とかもう24時間365日つけようと思えばずっとつけていられるアイテムなので、もちろん仕事とかねそういうのはありますけど、そういう環境さえ整っていれば別につけられるものじゃないですか、指輪とか。なのでやっぱりこうずっとつけていられるもので、気に入ってるものがやっぱり1位に来やすいかなっていう感じでしたね。はい、まあ特にこのエルメスのシェールダンクルは本当にすごく気に入っていて、もう金が好きなんで金しかつけないかなと思ってた俺がもう折れて、いやでもシルバーでもいいからシェールダンクルはつけたいと思って折れてつけるぐらい、結構その何て言うんですかね、気に入ったものです。はい、という感じですね。なので、アクセサリーとかはいいなと、好きだなと思います。もちろん服も好きなんですが、アクセサリーみたいにこうずっとつけれるものってやっぱいいなと思いますね。はい、というわけで、ざっと10位から1位まで、ご紹介してみました。はい、もちろんねランキングなんで全然気分によって日によって、ある大差ありますが、まあ、多分今言った1から10位はもう一生着るだろうな、し続けるだろうなと思うようなものですね。はい、まあ、あとはまあ紹介しきれてない部分もありますけれども、まあ、それもいつかまたやれればなと思います。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。
ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。